こんにちは、どうもハネムンです。ほっぺをぶち落とすぜ。どうもアルティメットキャロットです。おい、ちゃんとやれよ。おい、ちょっと待って、待たないよ。ところで、はい、最新の西田敏行みたいな。なんで、大丈夫だよ。公式シャドバスチャンネルは見てくれたかい。誰なんだよ。いやー、まあ見てないですけどね、公式はね。そんな面白いの？かじってみろって。大変失礼いたしました。改めまして、ケソです。よろしくお願いします。はい。まあ、先ほど、アルティメットキャロットさんもおっしゃっておりましたが、はい。公式のシャドバスチャンネルで、特別ルール対戦を、おい。認めていただきまして、おい。うん。なんつった。いや、認めていただきました。はい。まあね。まあ、公式でね、やってくれたのは、まあ、すごい、良かったですけどね。そうね。ありがたいことだね。本当にありがたい。うん。ね、まあ、このままさ、特別ルールが正式に認められて、ね、特別ルール対戦大会とか開いてさ、で、商品がシュドーバース用のオリジナルカードとか、なってくれないかな。壮大な夢だね、もうね。そうね。え、じゃあさ、その、まあ、公式でやってくれてたんでしょ？うんうん。なんかじゃあそれやればいいんじゃないの？我々も？うん。いや、パクられたからといって、パクり返すのは脳がないというか、まあ、なんつうんだろう。負の連鎖になっちゃうから、ここで、断ち切らないといけない。向こうがさらにパクってくる前提ですか。そう、やられたらやり返すをやってちゃもうダメだね。なるほど、ね。うん。だから、我々、オリジナルを、オリジナルを貫いて、はい、はい。やっていきたいと思いますんで、うん、なるほど、ね。はい。さて、ハネムーンさん。なんと今回は、アルティメットキャロットさんが来てるということで、人参カップというものを開催しまーす。イェーイ。イェーイ。人参カップ？何人参カップって？はい、人参カップとはアルティメットキャロットに着目した特殊ルールで行う対戦のことです。はい、じゃあ私がルールの説明をしましょうかね。はい、お願いします。はい、まずは人参カップの勝利条件なのですが、バトルの勝敗ではなく特殊な点数かっこ人参ポイントで、大小で勝敗を決めます。ほう。使用するデッキの条件は、カイザが3枚入ってること。これからカイザが3枚入ったデッキを我々が用意しますので、こちらを使って対戦します。気になる人参ポイントの取得方法はこちら。アルティメットキャロットで攻撃する1人参ポイント。アルティメットキャロットを進化させる1人参ポイント。アルティメットキャロットが破壊される1人参ポイント。消滅は0人参です。そして、バトルに勝利すると3人参ポイント。さらに、アルティメットキャロットの攻撃で勝利すると、上記にプラスで、人参2人参ポイント。まあ、合計5人参ポイントってことですね。おお、これはちょっと楽しいですね。はい、たくさんの人参が見れるのでは。引けたらだけどね。で、バトル終了時に、人参ポイントが多かった方が勝ち。これが人参カップのルールです。なるほど。へえ、面白そう。いやー、じゃあこれ結構難しいんじゃない？でもまあ早速デッキ作っていきましょうよ。さあ、じゃあデッキを作っていきましょう。はい。人参ポイントの取得方法はさっき説明した通り、はい。で、私が着目したのは消滅は人参ポイントが入らないということ。なるほどね。つまり、いや、もっといいのがあるんだよ。なるほど。これなのさ。しかも相手の人参を消滅させちゃえば、手札に戻ることもない。って考えたときに、もうこれ最強、最後もうこのキャラ以外、使う理由がないってぐらい。なるほどね。ですね。あら。俺、ここまでは必須。もう合ってる気がする。ここまでは合ってる。ここからどうするかだな。どうだい？俺はできたよ。あら。うん。できちゃった？もう。まあ、俺もこんなもんかな。まあ、勝たなきゃいけないけど、やっぱ人参を効率的に出していかなきゃいけないってのもあるね。それもあるんだよね。まあ、やってみなきゃ分かんないよ。やってみよう。はい。さあ、始まりました。はい。人参カップ。はい。ということで、
人参ポイントを早く貯めた方、早く貯めた方つうか多く貯めた方が勝ちでございます。はい、はい、ポイントの取得方法に関しては先ほどご説明させていただいた通り、うん、人参で攻撃する、進化する、破壊される、とどめを刺す、バトルに勝つ、これで人参ポイントが貯まります。はい、ただ出すだけではダメ。ただ出すだけではダメですね。はい。さあ、まずはね、お互いカイザを引かなきゃ話が始まらない。なるほど。お、ベルちゃん。ベルちゃん出てくる。なんか、このベルエンジェルを使った特別ルールをやってる、なんかゲーム会社もあるみたいだけど。なるほどね。うん。まあ。すごいお世話になってるけど、大丈夫そういうこと言って。全然関係ないから、我々はね。はいはいはい。さあ、カイザを引けない。なるほど。なんか、なんとかカップっていうね。そうね。うん。なんとかカップっていうのがあるけど、まあ。さあ、引いていく。早速引いた。さあ、早速カイザを引いていくスタイル。いいね、君。ちょっと。上がってこいと。待ってくれ、俺まず引けない、カイザ。カイザが引けない。おお、必死に引きに行く。引きに行くから。必死に引きに行くか。引きに行くが引けない。引きに行くが引けない。なるほど。さあ、では。殴る、破壊する、もうカイザー用なし、死んでもらう。おお、カイザーをゴミのように扱っていくね君も。扱っていくよ俺ぐらいになると。人参さえ手に入ればこっちのもんだと。ほんとそうだよ。なるほどね。4マナ2枚、いやー2枚はないかな。いやでもここは慎重に行くべきか。お、慎重に行くべきだねここはね。出した、もう人参出す。ほう、あーすぐ死んじゃうから。いいね。はい、早速先制点が入りましたね。一人陣ポイントで。なるほど。なるほどね。さあ殺していくよ。もう場に残さないってことね。残さない。はいはいはい、いいでしょう。残さない。いいでしょう、うん。相手ビショップだからね。そうね。うん。おお、またベルエンジェル。ベルエンジェル。これは某なんちゃらカップじゃないんだぞ。いやいや、俺ねカイザ引けないんだよ。かわいそうに。引かしてくれカイザを。どうしよっかな俺。なんかやることなくなってきたな。早くも。お前も入れてんじゃねえか。入れてるよ。はいはい。かわいいでしょ。お前どんだけよろめいてんだよ、お前。よろめいてる場合じゃないよ。よろめいてる。でもなんかよろめくしちゃってなんか女性なんだってね。ああ、そうね。いや、ちょっと待てよ。もうちょっと、なんか。どうした？バイバーイ。バイバーイ？ああ、なるほどね。はい。あ、はい。はい。はい。すいません。はい。はい。おお、もう引かせろ、カイザー引かしてくれよ。まだ引かないの？引かねえんだよ、俺こんだけ引いてんのに。まだ引かないのか。じゃあ俺が先に出しちゃうよ。ああ、マジで？もう2匹目来たの？2匹目。でも手札溢れてきた。おう。ほんと。じゃあ、どうしようこれ。ちょっと なんとかしてよ。はい。なんとかしてよ。なんとかしてよって言われてもな。はいはい、俺もなんとかしてほしいからな。オッケー。守護の妖光。はい。これで、お、まだ引かねえかい。お、なるほど。ハンドローして。ダメージを与えてく。お、勝ちに来ましたね。勝ちに行く。勝ちに来ましたね。お前が人参ポイントを貯めていくのであれば、俺は、勝ちに来ると。勝ちに行って3人参ポイントで勝つと。なるほどね。おう。じゃあ、4-4出してくれたから、人参進化しちゃうよ。人参進化1ポイント追加。人参進化1ポイント、はい、殴って、で死ぬ。人参攻撃1ポイント。うん、死ぬ1ポイント。死ぬ1ポイント。3ポイントゲット。荒稼ぎするじゃないですか。さあ、これで人参、5人参ポイントかな？ 4 じゃないか。あ、そう、4だ、4だ。4人参ポイントだね。ントで、まずい、俺引け。場に出す4人参ポイントからの5人参ポイントだ。5人陣ポイントこいつも出てきて、すごいな。カイザに死んでもらってさあ殴れ。なるほどね。よし、オッケー。さあもう5人陣ポイントだよ。君の人参はどこ、ま、俺の人参はどこ。本当に本当それまだ来ない、まだ来ない。もうじゃあこの光使うわ。もう人参のために取っといたのにさ。俺の人参はバリ出ないからね。本当だよお前、うん、うまくやったもんだよお前。そうだよ、5対0だよ今なあ。勘弁してくれ。じゃあ
さあ、はい、フロントからラストオーダーのコールが来てましたが、その間に私は繁殖艇改造を引いた。あ、引いたんだ。行きました、とうとう。焦った焦った。はいはいはい、はい。引いて、でもモルディにも邪光の光使っちゃうから俺。使っちゃうの？やっとね、モルディにも使っちゃうの？さあ、まあいいだろう。やっと引けたよ、人参。2マナの、22のカード出してくれたから、俺は、これで、よいしょ。はい。サハクイル。サハ人参。サハ人参サハ人参で殴って1ポイント、死んで1ポイント。うわー、すごい。2ポイントゲット。すごいね。すごいよ。新しいね。新しいだろさあ、これでもう7人参ポイント。マジかいな。さあ、どうしようかな。7でしょ？まあ、いっか。出しとくか。さあ、はい。出た。消されないやつだ。そう、消されないやつ。まあ、こいつはもうサブだよね。さて、引いたけど出してこないね。さあ、じゃあ俺も行こうかな。お、ついに出ました、人参。お、おい、ウルズで増やす。お、まあまあ入れるよね、ウルズはね。さあ、これで俺がやっと初めての1人参ポイントをゲットしたわけですな。で、1人参ポイントね。これで消して、うん、で、もう1回ウルズで、おー、で俺がもう1人参ポイントだ。なるほど。で、せっかくだから進化しよう。お、進化してさらに1人参ポイント。なるほど。で、攻撃して1人参ポイントで、死ぬから1人参ポイント。5。お、一気に来たね。一気に5を詰めた。なるほどね。さあ、確かにこれはきついね。いい感じのとこまで来た。じゃあとりあえず殴って、さ、どれかに死んでもらって、いいさ、ね、ウルズの1匹や2匹。じゃあ人参出して、はいはいはい、人参出して深海殴るわ、はい、お前確実に場に残さない動きするないやー、俺ね、深海殴る、唯一危惧してたのはね、お前がパワー4以上の出してくれないんじゃないかっていうのをすごい危惧していたんですけ ど、ね、そんなことなかったので。出すよ。さあ、これでもう10人参ポイントだね。すごいな。10人参ポイントでしょ。したらもっといくか、もっといっちゃうか、これまだいけんの。うん、出すでしょ。うん、出したら、いや、そいつが場にいるとさ、やっぱりさ、怖いじゃんね。だから死んでもらってそこで11人参ポイントだ。さ、死んで、さあ11人参ポイント。なるほどね。さあ、エンドだ。ノリノリだな。ノリノリだよ。さて、ここで私よサタンサタンで勝ちに行く。なるほどね。はい。どうしようかな。じゃあ、ああ、まあ、とりあえずせっかく出してくれたから、もう私人参だけ行ってとりあえずこれで稼ぎに行くんじゃないよ。とりあえずこれで14人参ポイントでしょ。きつい。5対14か。14人参ポイントゲットでしょ。すげえ稼いでくんのお前。14人参ポイントからのサハ人参。サハ人参で、サハ人参で、サハ人参で、これで16人参ポイントでしょ。すげえで殴るわ。稼ぎすぎでは、うん、エンド。はい、これ16、まずいぞ。16人参ポイント間に合うか俺。もう、いけ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 、進化。はい、まあ、俺も44出したからね。殴る、死ぬ、うん、この一連の動きで3ポイント。8人参ポイント、8人参ポイントだった。もう一回出す。おお、でもなんかもう、もういいよ、お前が出してくんねえから使っちゃう。使っちゃう。なるほどね。使っちゃうよ。16対8。それはきついな。これ人参でとどめ、お前視野なんだよな。人参とどめ視野だよ。俺はどうしようかな。でもここで俺勝ったとしても、まだ足りないんでしょ。足りないんだよ。じゃあ俺はその前にこいつ出して。うわ、マジか。進化権を増やしてきた。エンドするわ。エンドだと、うん、だって進化は人参のために使わなきゃ。なるほどな、うん、待ってよ。さあ、迷え迷え。人参で、攻撃する、死ぬ2ポイント。はい、攻撃する、死ぬ2ポイント。ああ、まあそうやって稼いでくるパターンね。うん、はい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 。で、
攻撃する1ポイント。はいはい。結構いったんじゃない？そうだね。13までいったね。13までいった。はいはい。で、人参、人参。で、破壊する。おぉ。出す。今の破壊で1ポイント入った。さあ、俺も稼いできた、ここで。はいはい。はい。まだお前に追いつけないけど。まあでももう、あと1ポイント。16対14だね。14か、うん。なるほどね。いやー、これはまあでも確かにきついわ。人参しか出てないからね。追いついたぞ、ここまで。でもしょうがないしな。はい、人参。出てきた。進化。進化殴る。進化殴る。うん。あ、いや、迷うな。進化1ポイント。うん。殴るかこれ。いや、殴らない。殴る。あー、まあ、迷うな、これな。殴る1ポイント。よくわかんない。お前も1ポイントでしょ？俺も1ポイント入るのか。嬉しいわ、嬉しいわ。殴る1ポイント。はいはい。で、どうしよう。コンバージョン1ポイント。あー、残さないか。もちろん。コンバージョン1ポイント。うまいな。で、どうしよう、これ。めっちゃ迷うわ。じゃあ、うん、こいつ、こいつ、はい、来い、あのカードが来れば俺の勝ち。来ました。マジ？来ちゃいました。マジか。まず人参で殴ります。あ、1人参ポイントです。1稼いでからね。はい。いやー、アスタロトの宣告で、ね、で人参でとどめを刺す。5人参ポイント。失敗したな。大逆転でございます。素晴らしい。はい、お疲れ様でございました。はい、人参カップということで、はい、さあどうでしたでしょうかね。なんかどっかのシャドーバスチャンネルとかいうやつでは、うん、どっかも言っちゃったね。どっかの、はい、リンゴンポイントなんつってベルエンジェルでやってましたけど、ね、まあ、ベルエンジェルは正直一回死んじゃえば終わりなわけじゃないですか。まあ、ね、 そうだね。まあ、そういった意味では人参は死んでも手札に戻るっていうところで、まあ、ここでまた戦略も生まれてきて、うん、そうね、リンゴンカップとはまた別の魅力があったんじゃないかと思える、まあ、ね、うんうん、確かにね、うん、試合でございました。まあ、あの後何回かやってみて、そうね、思ったことは、思ったこと、とりあえずハネムーンが3ターン目に絶対カイザーを引くっていう、はい、まあ3ターン目というかね、うん、いやー、来るわ来るわ。いや、ひどい、あれは、ね、もう本当に、うん、全部来たからね。ね、全試合あの後3回か4回ぐらいやったけど、ね、全試合3ターン目にカイザー出されるっていう。出すね、来たね、うん、ほんとね、すげえひどいよ、びっくり。逆になんかお前はなんとカイザー来なさすぎて、来なかったね。だってなんかデッキ半分掘ってさ、半分掘って1枚も来なくてみたいなことあったね。うん、まあやっぱり人参をウルズで増やすのはもちろんのこと。はいはいはい、はい。まあ、私としてはまあ人参壊しまくろうと思って。うん、いや上手だったよ。俺はもう消そうと思ってたのにお前全然場に残さないから。うん、いや、まあ場に出しといたら、まあ何でもね、オーディンもいるし、消滅の危機には合うかなと思って、戻しまくろうと思って。なるほどね。いや、きつかったきつかった、上手だった。うん、まさかね、邪行まで入ってるとは。もう消す気満々なんだよ俺。漆黒の法典と邪行とオーディンがもうずっとスタンバってたのにさ、全然人参手札に帰っちゃうからさ、あ、待ってよみたいな。まあリンゴンカップより全然面白いんで、こっちの方が。人参カップの方がね。人参カップの方が面白いんで、まあぜひ皆さんもやってみてくださいと、ね、はい、言ったところで、人参カップでございました。では、ご視聴ありがとうございました。はい、ありがとうございました。